はい、今回の動画は Windows10 の大型アップデートの仕組みを理解しましょうということで現在の Windows10 では1年に2回大型のアップデートが提供されてますけども Windows8 以前と違ってですね無償でですね最新版がですね利用できるのでユーザーにとってねすごくねメリットのあるものではあるんですけども。 その反面ですね新しいバージョンが出たからといってすぐにアップデートするとねトラブルが起こるんじゃないかとかねあとはですね更新時間がねすごくかかるんじゃないかとか面倒くさいんじゃないかということでこういった大型のアップデートがですね少し不安に、ね、感じている方もいると思います。 でこの大型のアップデートに関しては過去このチャンネルでもねいろんな動画を上げてきてますけども今回改めてですねこの大型のアップデートの仕組みの説明であったりだとかあとはその必要性であったりだとかその実際のですねアップデートの仕方なんかをですねまとめてご紹介できればと思いますそれではまずは今こちらの表にあるように大型のアップデートと通常のアップデートの違いなんですけども まずですねこのアップデートの時期としてはですね、大型のアップデートは先ほどもね、少し言ったように、年に2回ですね、春と秋に行われているものになります。で通常のアップデートというのは月に1回ですね、こちらも昔からそうなんですけども、毎月第2水曜日に通常のアップデートというのはね、行われています。で、アップデートの内容なんですけども、大型のアップデートの方は機能の強化であったりだとか、あとは大規模な改善なんかが行われます。 で毎月行われる通常のアップデートの方はセキュリティであったりだとか不具合の修正のために行われているものになります。で次に更新時間なんですけども大型のアップデートの方はその時のアップデートの内容であったりだとかあとは回線の状況によってもね結構変わってくるんですけども5分から30分程度ということで少しね幅はありますけども長くても大体30分ぐらいでですね終わるものになります。 で、通常のアップデートに関してはですね、こちらはね、更新時間の方は非常に短くてですね、だいたい1分から3分程度のものになります。で、アップデートの方法なんですけども大型のアップデートの方は自動更新と手動更新というのがあってこれはね、どちらでもやることはできるんですけども2019年に行われたメイン2 0 1 9アップデート以降はですね、自動更新でもですね、勝手に更新されるということではなくてまずは通知が来てそこからですね、更新をするという手順になっています。 で通常アップデートの方は自動更新で行われますんで、主にパソコンをシャットダウンをするときに更新が入りますんで、この毎月第2水曜日というのは、ですねこのパソコンをシャットダウンをするときに更新が入りますよというのをね覚えておくといいと思います。はいでは次に Windows 10のサポート期限ということで、Windows 10はですね Windows 8以前と違って、ですねそのままですねずっと無償で使えるというふうに思っている方もいると思うんですけども、 もちろん、ですね Windows 10というね大きなくくりで見ればですねずっと使っていくことができるんですけどもさっきからね何回も言っているように年に2回ですね大型のアップデートというのが入りますんでそのそれぞれのねバージョンの時のですねサポートの終了期限というのが決められています。 で、今動画を撮ってるのが2021年の2月なんですけどもこちらの表はねこの動画を撮ってる現時点での Windows 10のサポートの状況なんですけどもまずはね一番上ですね2015年の7月に初期バージョンというのがね、発表されて、まあ、そこからですね年に大体2回ぐらいずつですね更新されているのがわかると思いますで一番右側のところにサポートの終了期日を入れてありますけどもこの動画を撮ってる2021年の2月の時点では こういった形でですね2019年の5月の21日に発表されているメイン2019アップデートですね、ここまでがですねでにサポートが終了されているということで、あとね、この動画を撮っているこの2021年では5月の11日に、えー、ノベンバー2019アップデートがサポートを終了してで、12月の14日にメイン2020アップデートのサポートが終了するといったような、ね、スケジュールになっています。 なので、まあ、ざっくりとですけども、新しいバージョンがリリースされてから、大体1年半から2年以内ぐらいにですね、サポートが終了されるといったような、ね、スケジュール感になっています。で先ほども少し言ったように、メイ y 2 0 1 9アップデート以降はですね、自動更新であっても、勝手にですね、インストールされるんではなくて、まずは通知が来る仕組みになっているので、 通知が来たときにですね、少し、ね、不安に感じてですね、アップデートを後延ばしにしているっていう方もいると思うんですけども、少なくともね、1年半以内ぐらいにはですね、アップデートをするようにした方がいいと思います。確かにね、大型のアップデートが行われた直後っていうのは、少しね、不具合が起こったりすることもあるんで、躊躇される方もいるとは思うんですけども、新しい機能が追加されたりであったりだとか、あとはね、セキュリティ面でもね、どんどんどん,どん強化されていますんで、 特に自動更新の方で通知が出てきた場合というのは、ですねお持ちのパソコンで Windows 10のね新しいバージョンに切り替えても、ですねそれほどですねもう不具合は起こらないですよといった状況になると、ですね通知が来るような仕組みにはなっていますので、そのアップデートの通知が来たら、ですね時間があるときにですねアップデートをしてもらえるといいと思います。はいそれではここからは、実際のアップデートの方法を簡単にご紹介したいと思います。 まずは設定のところから自動更新するやり方ですけども、設定の画面をね、開きますんで、スタートメニューのところからですね、この設定のところですね、こちらをクリックをしてもらって、Windows の設定の画面を開きます。で、次にこの中の更新とセキュリティというところですね、こちらを選択をしてください。で、この Windows アップデートの画面を開いたときに、今ちょっとこちらのパソコンはね、もうすでに最新の状態になってるんで、何も出てきてないですけども、 次のバージョンの Windows 1 0が利用可能になりましたといったようなですね項目が出てる場合はですねもうそこからですねインストールをすることができますでその通知が出てる場合は先ほども少し言ったようにお持ちのパソコンでですねある程度安心してですね最新のバージョンが使えるといった状態になってるから通知が来てるというわけなのでアップデートによるトラブルをですね極力避けたいといった場合はですねその通知がですね出てからアップデートするようにするといいと思います でこの Windows アップデートの画面を開いたときに、今回もそうですけども、何も出ていない状態だったとしても、この更新プログラムのチェックというところですね、こちらをクリックをするとですね、ネットにつないで、現在使っているバージョンに対して、何か、ね、新しい、ね、プログラムが出てないかどうかというのを確認をすることができます。 これをやることによっても、ですね、その新しいバージョンの通知が出てくる可能性もありますんで、Windows 10の大型のアップデートが発表された後っていうのは、ね、この更新プログラムのチェックっていうのもね、やってみてもらえるといいと思います。はい、では次に、手動で更新するやり方なんですけども、今やったですね、設定のところから自動で更新するやり方とは別に、ですね、とにかくですね、新しいねバージョンが出たらいち早く試したいといった場合は、ですね、手動で更新をすることもできます。 で、そのやり方としてはですね、この Windows 10のダウンロードというね、サイトですね、こちらの URL の方は動画の下のね、概要欄のところに入れておきますんで、その URL をクリックをしてですね、こちらのサイトの方に来てもらって、この今すぐアップデートという項目がありますんで、こちらをクリックをします。 はいそうすると、この Windows10 更新アシスタントというねファイルがダウンロードされますんで、あとはねこちらダブルクリックして起動して、ですね画面の指示に従っていくことによって、ですね新しい Windows10 のバージョンを手動で更新することができます。はいであともう1点、ですね新しいバージョンに更新して、ですね万が一何かねトラブルが起こったといった場合は、ですねアップデートから10日以内なら、1つ前のバージョンに戻すことができますんで、その手順もですね合わせてご紹介をしておきます。 それではまずは先ほどと一緒で Windows の設定の画面を開きますのでスタートメニューのところからね設定のところをクリックをして Windows の設定画面を開いてください。次に先ほどと一緒で更新とセキュリティというところを選択をしてもらってこの左側のですね回復というところですねこちらをクリックをしてください。 はい、そうするとこの前のバージョンに Windows 10に戻すということで今もうこちらのパソコンはですね、10日以上前に更新されているので戻すことができませんけどもアップデートしてから10日以内であればこの開始するというところをクリックをするとですね、1つ前の Windows 10のバージョンに戻すことができます。 なので特にね手動で更新した場合にですね例えばですけども今まで使っていたソフトがですねうまく動かなくなったとかね何かしらトラブルが起こった場合はですね10日以内にですねこちらから1つ前のねバージョンにですね戻しておくといいと思います。 はいといったことで、今回の動画では Windows 10の大型アップデートに関する話をさせていただきましたけども、こちらね、先ほどお見せした表ですけども、この動画を撮っている2021年の2月の時点ではですね、この2019年の5月に発表されているメイン2019アップデート以前のねものはもうすでにサポート終了されていますんで、まあ、もしね、今この動画を見ている方でですね、これ以前のバージョンをまだ使っているという方はですね、新しいバージョンに変えてもらえればというふうに思いますし、 今後今まで通りであれば年に2回はですね大型のアップデートっていうのは行われていくと思いますんでそんな時にですねこちらの動画を参考にしてもらえればと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました